あるカメラマンをしている男性の方がまだ駆け出しの頃に体験した話になります。で、その彼ね、当時自然カメラマンって言われる、まあ、例えば動物とか昆虫とかを撮影するカメラマンのね、仕事があるんですけども、その自然カメラマンの撮影アシスタントをやってたらしいんですよ。で、その撮影アシスタントに入ったばかりの頃に携わっていたプロジェクトっていうのが、鳥の鷹っているじゃないですか。鷹が成長していく過程を追って撮影していくっていう、まあ、そんなプロジェクトに携わったんですって。で、だから連日のようにね、監視小屋っていうんですか、その鷹が見えるところに小屋があって、でそこの小屋の中でカメラ越しに、まあ、鷹を観察すると、まあ、そんな日々を送ってたんですって。で、そんなある日ね、その鷹がモグラを捕食するシーンを撮りたいっていう話になって、まあ、ただそんな都合よくね、野生のモグラがぴょこって顔を出して鷹がそこをねブーンと襲うなんてことはないわけですよ。だからその野生のモグラを彼が調達することになったんですね。ただもう調達って言っても生きてる状態で調達したいもんだから、まあ、罠を仕掛けて取るしかないんですよ。ってなってくると、そのモグラの罠を仕掛けてもいい場所っていうのを、まあ、探すしかないんですよね。だから彼はもうあちこち探して、で、まあ、連絡をしたんですよ。そしたらある霊園から、あ、うちだったらいいですよっていう風に許可してもらったんですって。なので、まあ、その日のうちに彼は車でね、その霊園まで行って、で、モグラの罠を6つ仕掛けたんですって。で、翌日撮りに行くっていうことになって、翌日は翌日でなんか別のシーンの撮影を入れるってなって、それが結構押しちゃったんですよね。だから夜すごく遅くなっちゃって、だけど行ってこいって言われるもんだから行かざるを得ないんですよ。ただまあね、霊園も結構広いんですけども、そこにねバラバラに仕掛けたもんだから、まあ、当然一人で回収するのは大変なわけですよ。そしたら彼と同期の撮影アシスタント、それとまあ先輩のアシスタントの2人が一緒に行ってあげるって言ってくれて、で3人で罠を回収しに行くことになったんです。で、まあ、同期のやつが車を運転してくれて、3人でグーンってね霊園まで向かって、もう真っ暗ですよ。で、しかもね、季節ももう3月とか寒い時期だったんで、もう3人で車降りて霊園の中をね、うわ寒いし暗いし嫌だな、早く帰ろうぜって言いながら歩いてったんです。で、途中で別れてそれぞれ罠をねチェックしに行ったんですよ。で、まあ残念なことにね、1つ目の罠も空振り、2つ目も空振り、3つ目も4つ目も空振り、うわーやばいなこれって思っていたら、ようやく残りの2つでモグラがかかってたんですよ。あーよかったーなんて言ってね、ちょうどそのタイミングで社長から連絡が来て、で電話パッて出たら、今すぐモグラ持って記者してくれって言われるわけですよ。マジかよって、まだ帰れないのかよなんて思いながら急いでね、車で戻ろうって3人でまた霊園の中で合流して戻ってったんですって。で、そのまあ霊園の中をね3人でちょうど横並びで歩いたんですよ。一番左側に同期のやつ、そして真ん中に先輩、そして一番右側に彼と、そういう形で3人で横並びで歩いたんですけども、で彼が懐中電灯を持ってね、いやー早く帰りましょうねって、とりあえずでもモグラ取れてよかったですねなんて言いながらこうバーって歩いたんですよ。で、歩いてると当然ちょっと早歩きで揺れながら歩いてるもんだから、懐中電灯がこう左右に揺れるんですよ。で、揺れたタイミングでふっとねちょっとこう右側を照らした時があって、そしたら何かが映ったんですよ。で、あれと思ってまたもう一回チラッと見たんですけど、またなんかチラッて一瞬映るんですよ。なんか白く反射してるんです。で、最初はこう服の裾かななんて思ってたんですけど、こう行けば行くほど、あ、違うなってなったんですよ。自分が着てる服とちょっと違うし、え、じゃあなんだろうって思いながらチラチラちょっとだけ右を映してたんですけど、なんか白い紙なのか布なのか分かんないですけど、ペラってしたものがペラ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 ってなんかこうこの辺をまあ泳いでるっていうか、こう動いてるんですよ。で、それに気づいた時にうわってこう懐中電灯を引っ込めて、これなんだってなって、急にゾーって怖くなったんですよ。まあ真っ暗な霊園ですしね。
だからもうそっちのを見ないようにして、彼は懐中電灯をもう前に向けて、でちょうど先輩がね会社の愚痴とか言ってるタイミングだったから、いや全くもっとそうっすよねなんて言いながら、もう先輩に無理して相槌打って、とりあえず行きましょう行きましょうなんて言って、まあ、ちょっとテンション上げて行ってたわけですよ。もうとにかく絶対右側見ないようにしようと。で歩いてたんですけども、歩いてるうちにだんだんと自分の右腕がなんかあったかいんですよ。この右側の外側がなんだろうって思ったんですよね。で感覚的に言うと、例えば隣に人が立ってるとその熱を感じるじゃないですか。なんかあいるなっていう感じ、その時の感じと似てるんです。自分の右側の空間がなんかぬるいんですよ。でそれでまたゾーッとしたんですよね。でその頃まだ寒い時期だったもんだから、彼はあのダウンジャケット着てるわけですよ。ダウンジャケット越しに分かるくらいはっきりとここになんか体温のある何かがいるんですよ。うーわーって思いながら、でしかもやっぱり目はこっち向いてんだけど、視界の端っこの方に白いやつがふわ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 って浮かんでるんですよ。やーべーこれってなって、もうとにかくもう急いで行こうってとりあえずわーって歩いてって、でそこからはちょっともうあんまり記憶ないんですけど、気がついたら車のところが戻ってきてて、でその前でふーって息をついてたんです。でいつの間にか、まあ、自分のね右側にそのずっとぬるい空気の感じってのあったんですけどもなくなってて、でしかもこう恐る恐る見たんですけども、まあ、特に白いねヒラヒラしたやつとかはいないんですよ。ああよかったって思ってると、まあ、先輩が早く乗れよって言うもんだから、まあ、車に乗り込んで帰っていったらしいんですよ。でまあずっとねあの車乗っているんですけども、まあ、先輩はね結構いろいろとね、いやほんと一つが荒いんだよなーなんて言いながらね会社の愚痴とか相変わらず言ってて、でもなんかもう余裕ないんですよ。もう怖すぎて、それにさっきの何だったんだろうっていうのがあったから、いやなんだろうあれ怖かったし気持ち悪かったなーって、まあ一人でちょっと考えてたらふっとね気づいたことがあって、運転してくれている同期のやつが喋ってないんですよさっきからずっと。あれって思ってると、ちょうどそのタイミングで先輩がね一つ話題を切り上げて、で少し沈黙になったんですよ車内が。したらその沈黙を破るような形でその運転してる同期のやつが、いましたよねって言ったんですよボソッと。まあ先輩は、はあ何の話って言ってるんですけど、もう一回、まあ、畳みかけるってわけじゃないですけど、俺らの右側にいましたよねって言ったんです。それを聞いて彼ちょっと、あれもしかして俺が感じてた、ね、右側になんかいるなって感じてた同じものをこいつも感じてるかもしれないと思ったんですよ。だからその場でね、いやそう俺ささっきさ懐中電灯持って3人で歩いた時あったじゃん、あの時さ右側にすげえなんかいる気配してたんだよ、でなんかこうぬるい空気だったし体温がある何かがそこずっとついてきてるような感じがあって、いやあれ気持ち悪かったんだよなっていう話をしたんです。そしたらその、まあ、同期のやつも、俺もさ見てはいないんだけど一番右側にもう一人いた感じしたんだよ、ずっと気配が俺らと一緒に並んで歩いてる気配があって、もう俺怖くてさ、やっぱあれマジだったんだなって言うんですよ。まあ、ただねそんな中先輩は何も感じなかったようで、おい冗談よしてくれ怖えよってまあ先輩は言ってると。ただまあそんなこんなで、まあ、話が盛り上がって、でやっぱり彼とその同期のやつは、まあ、同じものを感じていたのかなっていう結論にはなったらしいです。ただまあ2人ともそれが何だったのかっていうのは全く説明がつかなかったんですね。ただこの彼、あの時もし自分がねあの右側がどうしても気になってしまってがっつりそっちを照らして見ていたらどうなっていたんだろうなと、まあ、無事ではなかったろうなって感じるそうです。そんなお話でございました。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ぬるい右側というお話でございました。まあなんかちょっと聞いた感じだと、その白いヒラヒラしたものっていうのと見てはいけない感じっていうんですか、
まあ、そういう感じからすると、あの都市伝説で有名なクネクネと似たような感じがしますよね。僕はそれをちょっと思い出しました。まあクネクネもね、あの田んぼのもうずっと向こうの方に白くてなんか変にねグネグネしてるものがあると、でそれを双眼鏡で覗くと、まあ、気が触れてしまうっていうような話ですけども、まあなんかそれにちょっと近いようなものっていうのは、まあ、この話だけじゃなくて結構あるなって僕は感じますね。あ、そうそう、あともう一個ちょっと気になったのが、そのこのぬるいっていうことですよね。なんか温度を感じるっていうことで、なんか結構僕が集めた話では割とこうなんだろう、こういう霊体験っていうんですかねをした時っていうのは寒さとか冷たさを感じることの方が多いイメージなんですよ。で、まあ、もちろんないわけじゃないんですけどね、まあ、例えばあの以前喋ったことがある鈴と熱っていう話があったんですけども、あれもまあ背中にずっとね熱を感じているっていう話だったわけですけども、まあ、そういうのもまああるにはあるんですけど、そんなにないかなとは思ってるんですよね。まあ、そういう点ではちょっとまあ珍しいかなとは思ったんですけども、その隣にね体温を感じる何かがいるってちょっと気持ち悪いですよね。しかもそれが人じゃなくてなんかこう白いヒラヒラしたものって、まあ、一体何だったんでしょうね。はい、というわけで今回の動画、怖いな、面白いなと思った方はよかったらいいねボタンをお願いいたします。そして感想等はコメント欄にお願いいたします。そしてチャンネル登録まだの方はよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたね。